こんにちは、レッドスノーノです。3月16日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。才能は有限だが、努力は無限。人は生まれながらにして、大きい小さいはあっても、何らかの才能はあります。しかし、その才能を生かすも殺すも、本人の努力次第です。才能があっても努力しない人、才能はなくても努力する人、結果は努力する人が勝ちます。宅建試験レベルであれば、才能はほとんど関係ありません。これまでたくさんの受講者様に合格していただきましたが、皆さん努力して勝ち取った合格です。最後に後悔しないためにも、努力を惜しまず頑張っていきましょう。最後にイチロー選手の言葉をお送りいたします。僕を天才という人がいますが、僕自身はそう思っていません。毎日血の滲むような練習を繰り返してきたから、今の僕があると思っています。僕は天才ではありません。では問題に入ります。A が B に代理権を授与して、A 所有の土地を売却する場合、B が売買契約をする前に A が死亡した場合、B は当該土地を売却することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。代理権っていうのは、本人が死亡、もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと、売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので、B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅事由についての問題なんですね。で、代理権の消滅事由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり、後見開始、解約告知があります。で、お持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも、量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。ではどうすればいいのか。理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、まあ、今回ね、理解の仕方までお伝えできればと思っているんですが、やはりちょっと、解説長くなっちゃいますので、この点については個別指導で解説させていただきます。で、問2ですね。取引証の交付を受けようとする者、括弧、取引資格試験合格の日から1年以内の者、または登録の移転に伴う者を除くは、都道府県知事が指定した講習を、交付申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。90日前から30日前まで。ここが誤りです。宅建証の交付を受けようとする者、取引証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事が指定する講習、これ法定講習って言うんですけども、法定講習で、交付申請前の6ヶ月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、交付申請する6ヶ月以内の間に、この法定講習を受けてくださいねって話です。つまり、今回の問題は90日前から30日前となっているから誤りなんですね。でちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に、宅建証の交付を受けようとするものは、この講習、法定講習を受講する必要はありません。また、ここにも書いてある通り、登録の移転に伴うもの。このものも、法定講習を受講する必要はありません。で、この本文のように、何々は除くっていう言葉が入ってくると、問題文がわからなくなってしまう方、意外と多いんですね。あなたもそうじゃありませんでしょうか。まあ、なんとなく、問題文のこの、90日前から30日前までが、これ違うから誤りと答えているようでは、まあ、本試験で失敗しちゃうんですね。しっかりこれ理解しないといけないんですよ。この問題文を。実はその理解学習を実践できれば、この除くっていう問題が出ても簡単に理解できるんですね。個別指導では、このように問題文の理解の仕方、ここもお伝えしてます。理解学習ができれば、宅建試験は実は簡単なんですね。なんでぜひマスターしてください。一番最初にお伝えした通り、その理解学習に変えていく、丸暗記学習はやめて理解しろ。これっていうのは、こういった問題文の理解も含むんですね。解説の理解だけじゃないんですよ。こういった問題文っていうものをどうやって理解するかっていうところまで自分自身で勉強しないと一向に点数が上がってきませんので、もし自分自身でこういった問題文の理解できないっていう方は個別指導をご検討いただければと思います。今からであればまだ間に合いますんで、一緒に勉強して絶対合格しましょう。で、問3ですね。
住宅の居室、学校の教室、または病院の病室は防火上支障のない場合は地階に設けることができる、丸か×かという問題です。で、答えは×です。まず地階なんですけども、地階っていうのは、地下室のことです。で、地下室っていうのは湿気もこもりやすいし、大雨の時に浸水する可能性もあるので、建物を建てる際に気をつけておく必要があるんですね。したがって、地下室については床とか壁とかの防湿、防水の措置など、衛生上必要な技術的基準に適合していれば、地階にも居室、これを設置することができます。で、今回の問題っていうのは、防火上って書いてあるんですよ。防火上支障のない場合、これが誤りなんですね。正しくは衛生上です。衛生上必要がない場合は、地階にも設けることができるというのが正しいです。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。